押しかけ仲裁人。1588年、最上大崎連合軍と伊達政宗の軍勢による大崎合戦は苛烈さを極め、雌雄を決するべく双方中山の地に布陣、一触即発の睨み合いへと突入していく。話を聞いた義姫は即座に腰に乗り、両軍の間に割って入った。駆けつけるや否や、合戦したいのであればまず我が城を落としてからにせよと勝手に小屋を建て居座ってしまった。殿の妹大将の実母を相手にするわけにもいかず、戦は完全な膠着状態に陥ってしまった。いつ終わるとも知れぬ日々が80日にも迫ろうとする頃には、両大将ついに心折れて和睦することと相なったのである。